せーの、アンパンプガールズ韓国リーでーす。イエーイ。気持ち悪い。おらかえる。はい、はい、今日は私がお送りしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。また、ね、私森崎もいますから。はい、今日は私古川小夏が、頑張って、1時間お送りしたいと思います。皆さん最後までお付き合いください。おいおい、お願いします。はい、テンション高めでお送りしますよ。今日も今日はね、はい、こんな、私古川小夏と森崎でね、アップガのチーム女子で、なんだろう、かわいらしく、かわいらしく1時間放送したいと思います。なんかちょっと僕ついてる違う。全然違うかもしれない。あのね、いや、みんな笑うの早いから。みんなチーム芸人でしょ。それは間違ってますよ、皆さん。いや、本当にチーム女子は私が命名したんで、命名したはいいけど、いまだに女子っていうものがちょっと何かが分かってないから、ね、この1時間で探りながらやってもらうと思ってるのが事実。オッケー、頑張ろう。頑張ろう。でもこのメンバーは、はい、あれですよ、この間、今月、うん、6日。6日だね。今月の頭に、そうだ、1回やってるんですよ。そうだね。だからもうお手の物なんですね。そうです、慣れましたね。慣れてないけど、ちょっと頑張ります、小夏さんと一緒に。大丈夫なの？大丈夫です。いや、私は、今までやってきた放送の中で、過去最大に事故ったのが森さんとやったことなので、それはまあ認めざるを得ないですね、はい。今日は森さんが隣にいない気分で、いや、おかしい。みんな見てくださいね。やっていきたいなと思います。はい、そんな、はい、私がね、今日は MC で、はい、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあそろそろタイトルコールいきましょうか。はい。せーの、アップアップガールズ、カッコカニの、戦場、カッコカニ。はい、この番組はですね、アップガらしいバチバチした、今日は特別に女の子らしい番組で、二人でお届けしていきたいなと思います。まずは自己紹介からしていきましょう。はい。今日も元気もりもり、可愛さもりもり、そして女子力ももりもりな大学3年生たちの森崎です。ちょっと待って、カメラ落ちちゃったので、笑ったでしょ、もう。カメラ落ちちゃった。頑張ります。はい、常に暑苦しいほど全力投球。今日はですね、美容院に行ってきて髪の毛サラサラで、女子力アップアップな古川小夏でーす。イェイ。はい、じゃあこんな二人でね、今日はお届けしたいと思いますが、はい、まずは、ショールームの参加方法から、はい、行きましょうか。はい。ショールームの機能を使ってですね、右下にある、こう、アイテムを投げたりですね、コメントを書き込んだりしながら、あの、パソコンやスマートフォンの前でも、私たちアップアップガールズ各回と交流できちゃうんですけれども、あとあのポイントがね、多ければ多いほど皆さんのキャラクターがどんどんこう前に、列の前に出てくるので、うん、皆さんどんどんアピールしてください。お願いします。はい、番組にみゃ番組に、女子女子番組にコメントやアイテムを投げて参加するには無料のアカウント登録が必要です。左上の3本線をクリックして、新規登録からぜひご登録してください。じゃあね、現在のランキングを確認したいなと思います。しましょう。お、すごい。こんなアップの効果、アップにあるんだね。お、じゃあ3位から。いつもジョンソンさん、ありがとうございます。いつもジョンソン、いつもジョンソン、ジョンソン。いいですね、赤い竜。オレンジかな、わかんない。竜なんてあるのね。すごい。そして2位。あっちゃんさん、ありがとうございます。あっちゃん、ありがとう。ひよこかわいいね。そして1位、白玉さん、ありがとうございます。お、あっちゃんが負けんき楽しかったよと言ってくれてますね。嬉しい。白玉さん、イエイ、ありがとう。ありがとうございます。じゃあね、こんな感じで、お届けしたいと思いますので、はい、ぜひ最後まで、はい、ぜひ付き合いくださいね。コメントとかいっぱいお待ちしてますよ。はい、します。そんな1週間ですか、1週間だね。でも今1週間振り返って、言ってくれたように、うん、チーム負けん気の ね、ツアーが始まりました。開幕です、とうとう。はい。ね。うん。どうでした？え、まず初戦が、名古屋。名古屋で、ね。2校やらさせてもらいましたけど。はい、楽しい。なんか、いつもは、そのアップが7人、うん、ステージにも立ってるけど、うん、なんか、13人でめっちゃ多いなって思ったの。いや、ほんと？すごいの。けど、うん、やっぱり何、もう
結構10年近く一緒に、うん、まあ、研修生の頃からやってるメンバーなので、うん、こう一緒にライブとかしててもこういい意味で安心感、圧がすごかったって言ってたトムさんありがとういい意味で安心感になるかな、いい意味ってことにしてるね、圧が。いや本当に、でもあの今回は、まあ、あんまりねまだこれから東京、うん、大阪、うん、仙台って続くから、うん、あんまり言えないけど、うん、コラボが本当盛りだくさんなんですよ。そうなの、だから本当に今回しか見れないライブになってると思うし、うん、はい、なんせねあのねまず時間が長いんですよ。そうなんです、だからめっちゃロングです、かなりなんですかお得感あると思う、うん、3組のライブも見れるしコラボもたっぷり見れるし、うん、で今回でしか見れない本当に盛りだくさんのライブになってると思うので、はい、少しでも気になった方はね、ぜひ東京、大阪、そして仙台とまだありますのでお待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、今日今日ね、今日ですよ、今日ですね、私たちが6月1日に、行いました中野サンプラザ、これだよね、そうそうそう、これだよね、これ超決戦のですね、はい、ブルーレイ、ブルーレイが発売になりました。おめでとう。 DVD 発売って書いてあるけど、はい、本編がブルーレイに入ってて、でドキュメントが DVD に入ってますね、はい、これね発売に、うん、今日なりまして、昨日はそのフラゲ日ということで、はい、新宿のねタワーレコードさんで何ですか、リリース記念イベントをやらせてもらってね、はい、うん、いやもうだから見てくれた人も見たよだって、ありがとう、ね、ありがとうございます。いや本当にあのね今日昨日、うん、その昨日更新したブログを、うん、今日読んだんだけど、うん、のコメントを今日読んだんだけど、うん、本当にあのね DVD を見て汗だくになりました。見たのに、そう、見ただけで、家で見てるのに汗だくになっちゃったって言ってくれてる人とかもいて、いや嬉しいなと思って本当に、ね、ぜひねこの DVD とブルーレイを見て、うん、またねんちゃんのライブに遊びに行きたいなって思ってもらえたら ね、見ると思います。いや本当にそれをおすすめはですね、まずブルーレイを買ったら、うん、ブルーレイを見ます、うん、ライブを楽しみます、はい、でその後にドキュメントを見てそれを理解した上でもう一回見る、見る、お、これがおすすめですね。おすすめだね、まあ、何回も見てほしいよ、うん、何回も見てほしいけどまず初めのこう見るおすすめはやっぱそれかなって思います ね、きっとまた違う見え方、うん、もあるかなって、うん、私たちのことを知った上で見ると思うので、うん、それがぜひ、あ、今やってるって人いますね。おお、ありがとう、嬉しい。ありがとう。ぜひぜひそれがおすすめなのでお願いします。見てくださいね。よろしくお願いします。はい。ね、そしてね、うん、あのね、私この1週間でちょっと言いたいことあるんですよ。何？あの、うん、その森さんと一緒にやった時ですよ。あ、はいはいはい。その放送をあのお父さんの、うん、会社のね、そのお友達が見てくれたらしくて、はいはいはい、超プライベートですよこれね、はい、あのいいねいいね、プライベートのいいよ、いいでしょ、うん、あの見てくれたらしくて、はい、で先週が今週の間にお父さん会った時に、うん、お父さんに言われたんだけど、うん、そのね、会社の友達が見てくれたんだよっつって、おそれであんなにね1時間もうずっと喋り倒して、うん、相当疲れるだろうねみたいな、あれ毎週やってんでしょって言われて、でそれを言われたんだけどつってお父さんはそれなんて答えたかって、うん、あれ素だから多分ですかね、あれ家に間違いない家にでもあんなんだから多分大して疲れてないと思うって言っといたからってお父さんに、だってこの子朝早くても夜遅くてもベラ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 喋りまくって、いや、いいことだよ。本当ムードメーカー、チームのムードメーカーとして頑張ってくださってますからね。うん、言われましたよ。いや、もう本当にね、はい。間違いない。間違いない。パパ最高って書いてある。パパ最高。本当に。パパがね、ほらよく見てるって書いてるから、本当に。私のことよくわかってるんだなってことをね、うん、パパこの1週間で理解しました。いや、ムードメーカーイコールうるさいではないよ。うるさいよ、うるさい。コラスがいなかったら分かんないよ。いい、相当暗いグループになってるかもしれないじゃん、俺が。そうですね。そうだ、私が大事なね、役割を成してるかもしれないんですよ。そんな感じで、私も今日は私も、素な感じで、喋り倒していきたいの。嘘、女子女子どうしたの、最初のコンセプト。チーム女子でしょ、そうなの。あのね、そういう時あるんだよね。そういう時あるね。そう、最初のコンセプトを忘れるっていう、戦場過去仮あるあるですね。あるあるね、うん。そうそう、今日はね。はい、そんな感じ、あの素の可愛らしさを出してやっていきたいなと思います。はい、じゃ
めっちゃ喋っちゃったけど。最初のコーナー行きましょうか。行きますか。はい。はい、タイトルコール行きまーす。はい。アップ型私の相関図イエーイ来ましたはい、来ましたね。来ましたよ。はい、このコーナーはですね、うん、自分を中心として、アップガナメンバーの相関図を作ってみようというコーナーなんですが、はい、メンバーとの関係性をね、赤裸々に語っていっちゃおうっていうコーナーになっていて、先々週、はい、森崎が。私がやりました。これだよね、あやのと二人でやったんだよね。そうそうそう。アップガナメンバーの中では、私が初めて相関図を書いて。大丈夫気まずいやつとか書かれてる。いや、気まずいやつじゃないの。そうなの気まずかったの気まずくない、気まずくない。マジで大丈夫大丈夫大丈夫。でもなんかみんながあんま良くない空気だけど。え、大丈夫。え、全然大丈夫。解散の危機。そうなのそうなのみんなちょっと大丈夫。でも私やってないから初めてだから事故なんだっておかしいでしょ。え、待って、ちょっとやばい、怖い。片思いがっておかしいでしょ。あかりとの壁がね垣間見えたんですね。ちょっと耳でも結構ほんと赤裸々にガチな感じで大丈夫ですよ、話してたんで、はい、はい、今日もね赤裸々な感じで語っていきたいなと思いますが、今週はね、その前回森崎がやったので、うん、私古川小夏が担当したいなと思います。そんなか、そんなコメントいっぱいもらった後だと緊張しますね。緊張しますね。これ使っていいんですかね。やっぱ小夏がメンバーのことどう思ってるのか気になるよね。気になる？そう？え、てか普段興味ないんじゃないの？いや、そんなことない。本当に？俺さ、どうせさ、自分のことしか気にしない。ちょちょ、おかしおかし。でも、ま、普段もうずっと一緒にいるから、うん、ほぼほぼ毎日一緒にいるから、うん、だからあれだよね、うん、あんま聞かないじゃん、そういうさ、メンバーどう思ってるとか。確かに。え、もうあれか、これどんどん書いてっていいんだ。もういいんだ。いいよ。もういいんだ。じゃあ1人目。バカみたいな話し方。めっちゃ緊張する。あやのもこんな感じだったんだ。私字って書いてからさ、字ちっちゃく書いてかないとだよね。ちっちゃく書いてね。大丈夫？多分大丈夫だと思う。ちょっとスカスカ。ちょっとスカスカやけど。スカスカやけどね。それじゃあ。じゃあ一人ずつ発表してくんじゃん。そうだね、一人ずつ。オッケー。まず一人一人書いていくわ。誰からいく？じゃあ戦国。お、最年長。やっぱ戦国っしょ。戦ちゃん、え、だけどうなんだろうね。あ、戦どうなんだろうね。いや、うちの子はいいと思う。そうだね。うん、多分。二人で話してる姿はまあよく見るし、私もね。そうし、二人ともね舞台見るのめっちゃ好きな。そうだ。そうで、舞台見終わった後に二人でめっちゃ語るの。そうなんだ。二人でこのこれはだったとか、あそこのあれが好きだったとか、うん、めっちゃ語る。それが好き。合うね、話ね。好き好き。どうなんだろう。どう思ってます？どうなん？皆さんちょっと予想してみてください。センちゃんって、そう、センちゃんって呼ぶんですよね。ミーコとも呼ぶんですけど。そうね、どうなんですか？お姉ちゃんですね。ミーコか。森崎はね、ミーコは何でも話せる。書いたの？書いた。ミーコからは？ミーコからは、何だっけな。忘れちゃった。はい、できました。はい、書けたよ。嘘。じゃん。はい。小夏にとって、え、ミーコおもちゃで、ちょっとちょっと問題じゃないこれ。ねえ、ミーコは小夏のこと尊敬してると思う。まあ、なるほどね。そう、よく言ってくれるの。いや、ほんとしっかり考えてるよねって。はい、おもちゃっておもちゃっておもちゃってわらわらわらみたいな。いや、だってさ、あんなさ、年上面白いっしょ。いや、面白い。確かになんか、そうそういないよ。ああいう年上。そうそう。あれだからなんか、まあ、いい意味で年上感がないよっていう。そうね。うん。その、年上であるところもちょっとギャグにしてるみたいなところはあると思う。そうだね。うん、でも、そうやって一緒に舞台見に行くのは一番楽しい。うん。お互いね、ちゃんと意見言い合ったりとかできるから、ほんと楽しいし。大人だな。そう。し、よくその意見を言ってるときに、尊敬、尊敬ってかさ、ああ、そうだよね、みたいな感じで言ってくれるから、尊敬してると思う、私のこと。これ大丈夫かな？ミーコ尊敬してる？してるよ絶対。だって小松のこと頼ってるでしょ絶対。頼ってるね。ただ私が一番ほら年近いし、お姉ちゃんだからアップガンの中で、ね、ミーコが頼りない。思い込みって書いてある。多分してないだってちょっと。やばいよ。どういうことなの？待って適当に相槌打ってるだけって書いてあるから。でもこれは本当に後々こう、うん、照らし合わせるとね、メンバーみんなやって照らし合わせると。それ怖っ。そう怖いし面白いことになるからそれ面白いね、楽しみだよ。じゃあちょっと森さん飛ばすね。オッケー、最後にかね、最後に、うん、楽しみよ。次、はい、うん、
矢野とは仲良しだもんね、めっちゃね。仲いいよ。なんか同じ匂いがするしね。どういうこと？矢野ガス。そんなことはないと思うよ。嗅覚じゃないよ。うん、あれでしょ、ね、なんかその、なんか、なんか、出てるところが、そうそう、出てるところが。そんなことないよ。いや、同じ匂い、うん。全然違うと思うよ。うん。そうなんですよね。これはね、多分すぐかけた。ああ、そうだね。あ、間違えちゃったし。この夏あれだよね、あやのと一緒にミュージカルとかもやったし、ね、やったやった。あの時から仲いいの。あ、そうだそうだ。それまで全然喋ったことなくて、あ、多分向こうがめっちゃこの夏のこと怖いだろうなって思ってるって思ってた、うんうん、年上だったし、ちょっとお前同じ匂いするから間違いないダメだね、目合ったらなんか喧嘩が起こりそうだったもんね、なんかね、昔はね。そうだね、同じ匂い、あやの、ねえ、どうなんだろう、あやの恋人やろって。まあ、そうなんですよね、ちょっと、ここでは、グループ内でね、ちょっとイチャ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 してます。やばい !2000 人超えた、ありがとう。え、久々ですよね。え、嬉しい。え、ありがとうございます。めっちゃ久々やね。やっぱチーム女子持ってるわ。持ってるわ、大人だわ。いいですよ。火曜の夜に癒しをお届けしたいと思います。はい、色気ムンムンでいきます。そんな感じで書けましたよ。書けました。書くことない、書くわ。書くじゃない？オッケー、はい、書けたよー。書けたよー。はいよ。止めといて。はい、行きまーす。はい。でん。佐藤さんは、小夏のことを、心の支えだと思ってる。お。で、小夏は頼りにしてる。待って、この、カッコ何カッコ。カッコは彼氏としても頼りにしてるし、ママとしても頼りにしてる。ほんとラブラブだもん。そう。すごいよ。なんかね、小夏が食べたゴミをはじ、あ、なんかもう、ゴミを弾からせてくれてね。お母さんそう、してくれるし、例えばあれ遠征とかするじゃん、うん、でこの夏ほんとね、あ、荷物が持てないの、あ、で荷物多いのに、うん、だからなんかね、キャリーバッグ持って階段走ってくれたりとか。わかる、のんちゃんのさ、超彼氏だから、ね、ちっちゃいけどさ、そう、力持ちなんですよ。メンバー一力持ちなんですよ。そう、あんな彼氏が欲しいよねっていうね。そうそう、だから、ね、私の彼氏で、ママママだね。そう、今度ね、綾乃がね、ご飯作ってくれるの約束してんの。おかしいや、ママや。綾乃のお家行ってご飯食べるっていう約束してる、うん、で、どっちも彼氏もママもみたいな。そう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 、いい、ママとしてね、うん、はい、そんな感じ。絶対ね、心の支えではあると思うんだよね。小夏がいなかったら綾乃はやっていけないと思うの、間違いない。のんちゃんに今度聞いときます間違いないよ、間違いない、うん、オッケーオッケー。次はサホさんですね。あかりね。あ、でもあかりと、あかりとは期間的には一番仲いい、うん、あ、そうだったもんね。そうそう、間違いない。あかりとはもうコンビでしょ、なんかもう芸人とコンビでしょ違うわ、知ってるよ、もう違うわ、芸人だもんね、二人。いや、本当にプライベートで普通に話してる会話もあかりと小夏が、今芸人のステージなのかなみたいな。最近お気に入りなのは、うん、あの衣装がね、最近変わったじゃないですか、ね、あれが自分で着れないんですよ、チャックが結構大変で、うん、でそれをあのよく、あ、私着替えるから、うん、あのこなっちゃん手伝ってって言われて、うん、あ、もう私着替え終わってるのに、うん、わざわざ着替えについてたりとかするの、うん、そして暇じゃん私、うん、だからあかりが着る洋服を持ってあげて、うん、最近おすすめの商品はこちらなんですよ。もう意味わかんない。そうなんですかみたいな。これ普段着で着れますって言われるから、あのめっちゃこれ透けてるのよ。透けてる。今流行りのシースロー大体にあしらって。お前着替えろよって。もういいから着替えろよって。もうコントじゃん。ほんとコントですよ。それをたった2人でやってるから誰も突っ込んでる。もう本当におたけみたいなのを毎回やってますね。ますね、そんな感じ。はい、じゃあできましたよ。はい、じゃん。どうぞ。佐野さんは私のちょっとね、白でかい、あ、白じゃない、黄色だか分かんないから、うん、親友です。で、私はあかりのこと大好きだし、あかりは私のこと大好きなんですよ。待って、ガチで嫌がってるよ、あかり。マジでこれ、これ知ったらガチであかり嫌がるから。いや、あの、それはあかりさんの演出なの。私が、私のことを本当に大好きだから、うん、私に嫌われたくないわけよ、あかりさんは。片思いかけないとか。違う、もう。今度ね、あれ、でも聞いてみてたら、ちょっと。あの、テレアさんだから、ね、まあ、あかりはね、うん、テレアさんなの、うん、私がね、一番あかりのこと分かってるから、うん、あかりは私のこと大好き、大丈夫、間違えない。もういつも言われてることもそんなにそのままお返しする気持ち悪い。だって近くで見てても分かるでしょ。分かる、仲良しなのは分かるけど。いや、全然違う違う違う、そういうことじゃなくて、うん、あかりは私のこと大好きじゃん。
いや、ま、わかるけど、まあ、愛情の裏返しだよね。そうだよ。ガチで叩くもんね。それは本当に痛いけど、ね、それは本当に痛いけど、絶対愛してると思う。そうだね。間違いない。間違いない。それは間違いない。間違いない。じゃあ次、関根さん行くね。行きましょうか。関根さんはね、関根さんも私とあかりのこと大好きなんですよ、とりあえず。あ、すごい好き。あの、6月組めっちゃ好きなんですよ。あ、そう、チーム6月なんで。そう、わかんないけど、いつもニヤニヤしてるから、絶対好きだと思う。なんか最近めっちゃチーム6月仲良くない？なんかめっちゃ。いや、だから、なんか知らないけど、うん、関根さんがめっちゃ好き感出してくるから。なるほどね。そう。多分あの子私たちガチ恋だと思う。いや、私にガチ恋だから。うん。こないだ片思い確定しちゃったけどね。え、そうだったの？残念だね。私は大丈夫、親友だから、あかりと。あ、もう本当に。どうなんでしょうね。でも、小夏とアズが二人きりでそんな話してるのを見たことがないから、うん、この人もね、意外にエッグの時からね、喋ったことあるんだよ。あ、本当に？うん。だからどう思ってるか分かんない。全然分かんない。そう、なんかすごい、慕ってくれてて。うん。エッグの時はね。今は分かんないです。そう、会うといつも写真撮りましょう、みたいな感じで。撮ろう、みたいな感じで。敬語だったんだ。撮りましょう、みたいな。多分、あの、なんかお母さんと一緒に来て、みたいな。あ、なるほどね。すごい年離れてたから。ね、うん。でも4つも離れてると思えないぐらい仲良かった。うん。いくよ。はい。ダダン。関根さんは私のことを多分お姉ちゃん的な存在だと思ってて、私はちょっと未だに理解できない宇宙人的な。間違いないね。宇宙人。いやでもこれは多分関根さんの関係図書いたら全員がこっから宇宙人だと思う。本当、関根は今グループ組んで4年目ですけど、本当に分からない。未だに多分明日会ったら、もし会ったとしたら全く別人になってる可能性もあるっていうぐらいに本当に違う、会うたびに。見てる、アズ。アズー。アズー。まあでも、これは多分、本人も思われてるって思ってると思うよ。ね、うん、分かってるもんね。ちょっと周知済みだもんね。いや、本当に、謎なんですよ。そう。これだけ一緒にいるのに分からない。分かんないね。怖いですね、コロコロ。まあでも、小悪魔がそういうところなのかもね。そう、ね。そう、惑わされてるんだと思うよ、うちらも。AB 型の小悪魔って最強だね、なんかね。確かにね。その時によって惑わし方違いますみたいな。恐ろしいわ。確かにね。本当ミステリアスなんです。そうなのよ。恐怖恐怖。ちょっと詰めて隠せるかも。じゃあ次は、マーナ。マーナ。新井さん、マーナでしょ。新井さんはちょっとな。よく遊んでるよね、マーナとね。私、うん、普通に、あのね、わっきわっき。あの、なんか、じゃれてる。そうだね、じゃれてる。じゃれてる、じゃれてる。ここ期待だって、新井さんと期待、書いてある。なんだろうね、マーナ。あ、でも、なんか、あかりと、こなつと、マーナがよく仕上がってるのは、いや、間違いないね、確かに。もうほんとみんな少年みたいな感じなんですよ。うん、どういうこと？その3人で言ってたんですよ。今日は、一応理解に時間かかったわ。うん、今日は優雅な、こう、お姉様会なんですけど。そうよ。新井さんと、マーナ。そうよ。この時はね、もうちょっと熱くなってきちゃった。できました？いくよ。ででん。ちょっと待って、どういうことこれ。え？いや、私は、もう完全にクソガキだと思ってて。まあ、間違いない。で、新井さんは私は多分同級生ぐらいの人だもん。わかる。だから少年なんだよ、みんなして。絶対私のこと同級生と思ってっから。うん、あの、5個も上だから。うん。わかる？お姉ちゃんなの、5個も。そう。1個2個じゃないよ。高校とかにいたら被んないから。被んないね。もう OG で OG。OG だね。それでも同級生って思ってくるってクソガキでしょ。うん、そうだ。ほんと顔、まあ子供だね。いや、ほんとに。いいんじゃない、グループでそういう子が一人いても。ほ、うんとにね。うん。素晴らしっこいしね。うん。面白いです。でもあと、私のマッサージ師で。あ、確かによくマッサージしてる。そこの時だけね、あ、しっかりしてる。いい、うん。ちょっと私をね、年齢として敬ってるんだな。違うか。まあ、ね、のマッサージもしてね。よろしく頼んだ。あ、そこって仲悪いね。いや、わかっちゃう。まあね、まあ全然ですね。さあさあ。あれでしょ、なんか、違うクラスの先生ぐらいでしょ。私が同級生なら。何言っちゃったもう全然だよ、同級生、私はね。違う違う、私同級生だったら、まだ被ったこともない、あの、担当してもらったこともない先生みたいな。もう距離感しかない。みたいな。もう怖い怖いわ。おはようございます。
チーン。怖いわ、本当に。ああ、怖い怖い。さあ、森やない怖いわ。さあ、森、今日森来ましたよ、ついに。そうだね。森さんが私のことなんて思ってるかが問題ですよ。ああ。いや、私はね、まず、これを言わないでおきますけど、まだ。どう思ってくれてんだろう。ああ。え、ちょっと気になるかも。なんか、でもね、小夏はね、すごいね、ちょっとこんな持ち方だからすごい自分でした。話も聞いてくれるしね。で、ちゃんと適切な言葉も言ってくれるから。でしょ、ほらね。うん、ほらね。ほらね、ってほらね。ほらね、電話間違いないと思う、これ。いくよ。はいよ。で、森さんは私のことを、親だと思ってる。ああ、思ってる。私は、めんどくさいと思ってる。ちょっと、どういうことよ。まあ、めんどくさいよ、私は。マジでめんどくさいと思う。いや、ほんとに。いや、マジで。私は適当なタイプだから、なんでも、あ、なんとかなるしちゃうみたいなタイプなんだけど、うんうん、もう典型的ななんかさ、なんかめんどくさい女の子の考え方だから。ごもっともでございます。よく言うね。よく言うね。いや、そんなのなんとかじゃん。そう。大丈夫だよ、みたいな。考え込まない。そうそう。みたいな。どうせなんとかなんとかなんだから、みたいな。しょっちゅう言ってるもんね、小夏。森崎に。小夏にはね。うん。小夏、これは楽しいと思う。そうね。なんかその、相談相手じゃなくて、親。親。だからわかる。小夏にはね、もうね、なんか泣きたい時とかも、もう、よし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 よく、もうやりますね。いや、私は多分みんなと仲いいから、これ結構合ってると思うよ。合ってるかもね。いや、森さんの関係図より面白いと思う。ちょっと、うん、多分。はい。まあ、改めて全体振り返ってみますと。もう全体的に仲いいじゃん、ほら。あ、そうだよね。大丈夫、壁とかないから、うち。ないね。ない、壁ないもん、ほら。確かに、なんか。さんとも壁ないし。臨機応変にさ、なんか。何それ。どういうこと？八方美人とか言いたいわけ。違う。なんかでも、うん、この夏はその、なんていう、うまいんだよね。年齢層年齢層で、こうちゃんと自分があるのよ。例えば、マーナと接するときの古川節な。なんかちょっと、ここ違うじゃん、みたいなね。でも照らし合わせたら、いや、絶対ここは違うって言われるけど。まあね。でも、作法はね。でも、本当のところを読み取ってほしい。皆さんには。皆さんは分かってると思う、私と別れる関係を。あかりは絶対そうは言わないけど、うんなんか今ね、小夏推しになりそうって言ってた。ほらね。やばい、小夏推しになりそうって。ほら。小夏結構理解し、そう。できるタイプ。小夏ね、話してて安心する。同じタイプの人もいるね。へぇそう、意外とね、誰とでも話せるよ、みたいな人もいると思うよ。うん。あんまり気にしない。小夏は。そう、逆に多分、相手に流されないんだと思う。うん。そう。僕も小夏推し、やばい、小夏推しがめっちゃ出てるよ、今日のショールーム。きたーめっちゃやったー右の子がタイプ、ちょっと、左の子もタイプあのね、気持ち悪いね。今日も気持ち悪いね。今日も気持ち悪い。今日も気持ち悪いわ。やばい、気持ち悪いにすればよかったから。気持ち悪いも書いとくね。でもマジ、今日やばい、今日2691人の人が見てくれてますね。ありがとうございます。すごい。めっちゃ嬉しい。小夏パワーだ。みんなあれ小夏の友達やから。おかしいおかしい。困るまま、ありえなくない。友達多いんだ。もう2000人超え2000人超え。スタンプラ、中野サンプラじゃないでもね、あの、嬉しいことに、あの、握手会とかでも言われる。小夏は話しやすいよねって言われるから。気軽に来て。いいなそんな感じ。はい、あ、面白いね、これ。これ、照らし合わせよ。早く。焦ったか。誰か足りないかと思ったよ。いるよ、ちゃんといる。いや、あのさ、なんか7人ってさ、1人多いって思うときと少ないって思うときいるよね。あの、ライブ前とかでも、エンジン組んでるときも、足りなくない？誰かいなくないみたいな。じゃあ、1、2、3、4、5、いるわ。いるわ、みたいな。よくあるんだよね。7人もいるとね。あ、ほら握手会、初めての握手会で救われましたって、この夏に。ほらイエーイだって森崎はありがとうございますちょっと愛想笑いなんてしてないよ大丈夫これでしょもうちゃんとほら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 でしたよなほらやだよほらほらねほらみんな多分同意してくれると思ういやいやいや大丈夫大丈夫そうそうそんなことです、はい、ほらですって書いてですっておかしいねみんな友達やから、小夏の味方やから。ああ、でも。そうだよ、今日何言ってもね、叶わないよ、小夏には。頑張るわ。ああ。はい。そんな感じ？結構これ考えると汗かくね。ねそうなんだよね。この間もそうでしたけど。いや、面白いわ、これ。しましょう、確かに今度、
全員分書いて合わせたい、うん、ねね、それは面白いかもしれない。はい、じゃあそんな感じで、そんな感じでちょっと集めていきたいね、これ。うん、集めていこう。じゃあまだ時間ありますか？ありますね、あるみたいな。おー、じゃあ次のコーナーに、おラストコーナー行ってみましょう。はい、アップがフレーズリクエスト。イエーイ、イエーイ。いやー、今日はテンポよくいけてますよ。いいね、珍しくこのコーナーが登場しましたから嬉しいですね。珍しいですね。皆さんがね、アップがメンバーに言ってほしいフレーズやをコメントでリクエストしていただいて、メンバーが全力で答える素敵なコーナーでおります。これは難しいよ。これはね、まあ私たち自身嫌いですけどね。難しい。照れますから、なんて。照れますよ。じゃあどっち先やります？ちょっとじゃあモリティが見本見せるわ。頑張って。もうやだよ。いいよ。ちょっとよし、じゃあ、どうぞ。リクエストをまずね、していきましょうか。ぜひ、言ってほしい言葉。みんな、ちょっと、みんな、森崎のこと考えてあげて、お願い。愛して、私のこと愛して。どういうのが欲しい？どういうのがいい？どういうのがいいのかな？じゃあ、ちょっと。あ、今のいいじゃん。あ、何？お帰り、あ、いいね。じゃあ、ちょっと、まずは、ちょっと、いきますか。じゃあ、それでいきましょう。あ、これ誰さ、誰か読めなかった、ごめんね。オッケー、言いますね。はい、緊張する。はい、あ、じゃあ森崎の森崎の、フレーズアップがフレーズ何十年まで、3、2、1、どうぞ。あなた、お帰りなさい。お風呂にする？それともご飯にする？はい。誰だろう、書いてくれた人。書いてくれた、いらない。ねえ、待って。違う、私じゃないもん。待ってね、私舞台だけど、書いた人いるからね。いらないとか言わないでよ。いける。いやいやいや、これ面白いね。やんのか、こら。次。怒ってる人は、ほら、怒っちゃったよ。ほら、怒られちゃったの。じゃあお風呂で、じゃあお風呂で。じゃあ次この人行きましょう。じゃあ私のぜひリクエストを言ってほしいやつ、はい、私のリクエストお願いします。頑張るよ。何がいいかな。それわかんな。皆さん待ってます。ぜひぜひ、いっぱい待ってます。ダメよ、ダメダメ。それ言ってほしいかも、この人に。え、違う、それはさ、あれじゃないの、森崎のやつに返したのかな、それとも私のリクエストなのかな。なのかな、わかんないけど。とりあえずわかんないけど、突然書き込んできた人マジ面白いね。ダメよ、ダメダメ。何、何があるかな。ね、皆さんください、ぜひ。今、まあ、私ちょっと言いたいのあった。何？あ、いいよ。お、じゃあそれいいよ。じゃあ振ってくれる？振ってみる？じゃあいきまーす。小夏のちょめちょめセリフまで、3、2、1、どうぞ。かかって今回。それいつもの子だってさ。何でもあげちゃう。じゃあ今のとこだけ、なんか、あれ、なんかアラームとかにしてほしい。小夏のさ、分かって今回とか、はい、起きんかいとかやったらさ、絶対起きる。今のとこは良くない？あら、ほら、アラームいいねって言ってくれてる。あ、みんな名前が難しいんだよね。ちょっとさ、さらっと小夏は黙ってると世界一可愛いねって書いてある。それも間違いない。着信にだって。着信に、ね、これ着信だったら結構、周りの人に惹かれると思うけど。じゃあ次、もう一回森さん行く？行きましょうか。行けますか？はい。なんか私が言っても笑い取れるやつが欲しいな。そうしよう。なんかそうしよう。お願い、このもう森さんつまらんから、みんなに託す。今約3000人の方が見てくれてますからね。ありがとう。3000人の力を借りて、森崎を、3000人の力を借りたい。森崎を面白く、ぜひお願い。今夜だけでも面白く、面白く、みんなの力で。そりゃ無茶だよってちょっと。今夜そうなの。そうなの。森進一ですって言われてる。みんな面白いな。何なの？ウケるね。面白い。何かください。今夜だけでも面白いの。無理言うなよ。だって間違いないよね。いや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 。何だろうね。何があるかな。何があるかな。勝ち取りまで出たよ。難易度高いわ。難易度高いかな。やめる。難しいね。滑る。今日だけモリティに来た。大丈夫だよ。あと3000人超えた。ありがとう。これは、これは森崎も面白くなる奇跡。怒るかもしれない奇跡が起きた。森直太郎もなってきた。もう分
シリーズやばい。じわじわ。マレシリーズやばいな。こっちで面白がっちゃったらダメだよ。違う、言って面白い言葉ですからね、皆さん。皆さんに届けないとね。森レオさん。森レオさん。誰かさ、森さんのモノマネできる人いないの？どういうこと？え？ね。難しい。あ、ゆりらの、あ、でもな。あ、え、これ。大丈夫、大丈夫かな。うん。あれだよ。桜？あ、いいよ。行こう。じゃあ、森さんのフレーズわかんない。フレーズかわかんないけど。あの、ワンパッワンフレーズだけね。オッケー。じゃあ、3、2、1、どうぞ。ちょっと、この辺も見てください。僕らは。チコ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 。チコチコチコ。森山直太郎です。やばつけちゃったよ。もう森でいいじゃん、そこは。もうダメかもしれない。森でいいじゃん、もう。あ、そういうことね。完全に前に事故った。事故った。あ、完全人の力を借りても無理だった。森という、森という、もともと持ったものがでかいか。無理だったか。やばいよ。ちょっと待って。これ初めて笑いすぎてお腹痛くなってきちゃったじゃん、もう。あっちゃ、似て、いやもう、頑張れ。素材の悪さがここまでって言ってる人いるからね。ああ、そんなひどいですね。ほら、説教だって。ごめんね。そうだよね、ハードル高かったよね。しょうがない。森さんだからしょうがない。私はね。大丈夫だよ、何があってもみんなのせいじゃない。森さんが持ったものがでかった。もう、じゃあね、最後に、小夏。マジか。もう、大丈夫。私が滑ったからさ、口直しに言わない。かわいいの。皆さん、かわいいのください。はぁ、あ、もう疲れちゃったもん、笑いすぎて。今日はいつもは結構なんか芸人並みの小夏ですけど、今日は小夏頑張るよ。なんせ今日のテーマは乙女です。乙女じゃないわ、女子ですから。チーム女子です。チーム女子ですから。じゃあいくよ、うん、はい、言って何が。いたから今、いたから、はい、行きます。お、来た。じゃあ小夏の女らしいセリフまで3、2、1、どうぞ。ダメよ、ダメダメ。まあ、どうすんの。どうすんの。アブがフレーズリクエストでした。しょうがないよ。それをね、言ってって言った人がいたから。楽しかったんだね。最後の最後にみんなのせいにするっていう。怖いわ。そんなことないですよ。全部私たちのせいですからね。はい。私たちが皆さんのね、せっかくくれたコメントを面白くすることができなかったというね。小夏ちゃんが調整だった。ありがとう。そう、あの、頑張ったってことだけ認めてください。二人ともね。認めてください。頑張ったよ、頑張った。という感じで、あっという間にエンディングでございます。本当、たくさんのコメント、愛のあるコメントや、アイテムありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ現在のね、ランキングを確認してみましょうか。見ましょう。3位、ミキ&桃子大好きさん、ありがとう。ありがとうございます。おめでとうございます。いつもありがとう。そして2位、白玉さん、ありがとうございます。ずっと上位でしたね、ありがとう。 ね、そして1位、いつもジョーさん、ありがとう。すごい、3位から1位に、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しい。そのね、じゃあ皆さんから、はい、じゃあね、1位になった人にはですね、はい、希望を聞いて、うん、その人からピンで独占してね、ありがとうという一言を言わせていただきたいなと思います、はい。いつもジョンソンさん、私か森崎か、ぜひ選んでください。選んでください。じゃあミーコだって、今日ミーコいないですか。違う人ですよ。今日ミーコいないから。違う人、違う人、違う人ね。誰かな、誰かな、どっちかな。お、あ、ありがとう。小夏さん、お願いします。じゃあ、はい、いきますか。小夏の愛ある感謝まで3、2、1、どうぞ。いつもジョンソンさん、ありがとう。うわー。今日は女子ですからね。ごめんね、ちょっと少しでも癒されてですから。え、ちょ、ミュートしたって人がいますけど。ミュートあれで。おかしいでしょ、ちょっと。わお、時間が止まったって。可愛いからだよね。やばいね、もう。はい、行きました。今、完全流そうとしたでしょ。じゃあ、そんなこんなんで。はい、じゃあ私たちからね、はい、お知らせをさせていただこうかなと思いますよ。じゃあもう一回言っときますね、これ。言っときましょうか。はい。
今日ですね、うん、9月30日に私たちの、中野サンプラザで行った超決戦がですね、ブルーレイ、うん、収録したブルーレイが発売になりました。ありがとうございます。ドキュメント2時間超えの DVD も、うん、一緒になってますので、はい、ぜひね、この DVD ブルーレイを見て、私たちのことをもっともっと好きになってもらえたら嬉しいなって思います。お願いします。はい、そしてこれが次か、これが次かな。はい、そしてティーパレットレコード感謝祭2014がですね、10月4日土曜日大阪のね松下 IMP ホールにて行われます。イエーイ。これあれなんですよ、こういつもはティーパレの感謝祭は東京でやってたの、うん、東京だけしか。今年もやるよ、東京も。そう、東京もやります。いるんですけど、あの大阪の方とかからね、あのぜひ大阪でもやってくださいよって峰秋社長にこう、峰秋何時よ、いや言ってくださってたんですって、大阪のファンの人が。そう、大阪のファンの皆さんがね、すごいたくさんこう、あのなんていうんですか、リクエストっていうか、あのそのご要望が多かったので、はい、今回はなんと大阪と2カ所開催ということで、楽しみですね。なんとね、コラボとかも今回はもっとたくさんあるんですよ。まあいつもね、それが醍醐味っていうところもありますけど、アップガンもね結構参加させてもらうので、そうですね、ちょこちょこ発表になってるのかな、うん、まあでも楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。俺も仲良しのいい子のなおちゃんと歌うの、そうだ、楽しみに。いいのいいの、そして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 これか、これだね。はい、もうね、初スタートしましたが、はい、チームマケンキの、ライブハウスツアーマジ勝ちますがですね、この後、エビスと大阪と仙台がまだ残っております、はいはい、名古屋は本当に暑くて楽しくて、もう正直ねヘトヘトになるってみんな言ってましたけど、うん、でもそれをね何ですか、体感してこその楽しさが本当にあると思いますので、うん、ぜひね私たちと一緒に暑く盛り上がりに来ていただけたい、いただけたら嬉しいなって思います。はい、いや本当に楽しかったからね、楽しかった、ぜひおすすめです。はい、来てください。そしてあ、ちなみにあのシングルも発売中なんで、はい、はよろしくお願いします、はいはい、お願いします。そして私たちアップアップガールズカッコカリもニューシングルを発売します、はい、11月4日にトリプル A 面で、ビューティフルドリーマー全力パンプアップのウルトラミックス、うん、そしていただきを目指せ、はい、このいただきを目指せは最近あの初披露して、ね、3回くらいあの披露させてもらってるんですけど、なんだろうね、うん、すごいあのね、いろんな人に言われるのは、うん、なんかこうガンガン言ってる感じで、うん、こうおいおいする感じではないんだけど、うんうんうん、意志がすごい強いから曲だから、うん、なんか高まるって言われる、お、すごい嬉しいです、そんな一曲になってますので、はい、ぜひ皆さんもね、楽しみにしていただけたら嬉しいなって思います、はい、そしてそしてあ、違う、もう一個だった、はい、私たちアップが年末にツアーハイスパートキングダムというツアーを行いまーす。こちらはね11月30日にゼップダイバーシティで、12月の27日、大阪のビッグキャットで、12月の28日、名古屋のダイヤモンドホールにて行われるんですけれどもね、でこれすべて昼公演追加公演が決まりました。はい、なので昼夜と公演ずつやりますので、うん、やります、ぜひ遊びに来て、昼公演がウォーミングアップで夜公演が本番と思っていただければ、ノンストップライブですから今から皆さんもぜひ鍛えて体力つけてきてくださいぜひぜひ、そんなことないよ、気軽に遊びに来て、ぜひいただけたら嬉しいなと思います、はい、まあ、今日も盛りだくさんでしたけど、さらにねショールームからもお知らせがあります、はい、知られますね、あ、はい、もう大丈夫です、はい、あ、はい、読むだけで大丈夫ですか、はい、ショールームからはですね、ショールームの公式ツイッターがあります、はい、番組の最新情報やここでしか見られない画像がアップされますので、はい、ぜひフォローしてください。公式アカウントは、アットマーク DNA アンダーバーショールームです。よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、次回のね、まあ来週のかな、放送を、はい、次回のね、はい、次回の放送を見逃さないためにですね、右上のハートマークをこうクリックしてね、お気に入り登録をしてください。でなんかショールームのアプリをこうインストールしてもらうと、こう皆さんのスマートフォンにお知らせが、メール、はい、お知らせが届くんですよ。ハートマークをぜひクリックして、でパソコンで見てくれている皆さんもアプリのログインをお忘れなく、よろしくお願いします。よろしくね。はい、じゃあね、もうそろそろ
お別れの時間でございます。そうなんですよ。あっという間だったね、今日も。あったね。今日なんかめっちゃ汗かいたんだけど、なんか。今日めっちゃ汗かいた。やっぱ3000人の人に見られてるから、緊張しちゃって、ね。すごい緊張した。いや、本当にありがとう、マジで。え、超嬉しい。すごい久々？ 3000 人って今までありましたっけ？本当結構珍しいですよね。珍しいですね。ありがとう、皆さん、本当に嬉しいです。嬉しいです。ね、今度、3000人の前でいろいろやらかしましたが。とりあえず森と古川が頑張ったよってことだけ覚えていただけたら嬉しいなって思います。そしてね、今アップアップガールズかっこかりの公式の YouTube の、 あのチャンネルで見てる皆さんも、うん、次回は生で、毎週火曜日22時からショールームで配信してるので、はい、生で見ていただけたら嬉しいなって思います。ぜひ生で見れば参加もできますから、そうですね、ぜひお待ちしております。もうなんか今日も、もう喋りすぎたね。喋ったまあこれが素なんだけど楽しかったね。また来週もぜひ見てください。また来週。はい、バイバイ。